はい、ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。まずですね、世界の問題ですね。まず、人間たちと私の敵である宇宙生物が、私と対抗、敵である宇宙生物、悪い生物が対抗しております。で、人間の国家主権はすべて八百長で不正でありますけれども、国家もね、世界中すべて不正ですけれども、これは人間と私の敵である宇宙生物が対抗してきてやってるんですね。で、あと天皇とイギリスエリザベス女王は作った人間たちが選んだ代表であって、総理大臣とか大統領であってね、昔にね。で、本物ではなく、私が本物なんですね。ハンマー家の本家の本物の貴族の方なんですね。彼らは貴族じゃないんですね。生まれじゃないんです。徳川家も勝手に普通の人が名乗ってなった大統領としてね、選ばれたんですね。それに称える関連のものは全て、もう不正でやってるわけですね。特に分かりやすいけれども。で、国家主権っていうのは、人間ってね、頭は悪くて話したり聞いたりすることができないと言いましたけれども、700年後に分かるようなことで話すんですね。テレパシーで仲間と話さないとちゃんと話ができません。で、学校の勉強もテレパシーでカンニングしなければ卒業できません。義務教育に、人間の義務教育も卒業した人は私しか存在しませんし、誰も、卒業できてる人はいないんですね、人間にね。義務教育ですよ。博士号を取ってる人でも全部そうなんですね。あと、ノーベル賞とかギネスブックとかいうのも八百長ですね。100%八百長ですね。で、あと特許なんか申請しても、これも全部八百長ですね。力かけなければ、人間全員首絞めなければ申請できません。人間の国家主権ね、上の生物、私から見るとね。で、全体のことに対しては取り締まらないわけですね。あと、私は本物の貴族で王であるというのは、まあ大昔のことでもう卒業しちゃってまして、やめてます。独立しちゃってます。もっと偉くなっちゃってますね。前に言ったようにスターゲート石棺という一回やる装置を発明してね、宇宙戦争で殺されて、石棺も殺されてね、地球と太陽を育てて、現在からまた生まれ、変わってきてるわけですね。で、まだ学習中なわけですね。そこまでの私の、ね、昔の知識はまだ持ってないわけです。人間から生まれてますからね。で、人間全員の知識は大体上越して持ってる、持つように勉強をしてきているわけですね。自分に戻るためにですね。で、人間単独で話して、ちゃんと話してるようでも団体で脳で話してますから、全くパークリンです。で、ただ人間全員での学習力のテレパシーで聞き合って話しても無能ですね。全く話も聞いたりすることもできません。人間全員で頭って結集してもですね、そういう非常に遅れてます、人間という生物はね。それで、あと個々にね、専門で勉強すると知恵遅れになります。脳がね、少ないんですね。脳細胞が少ないんですね。上の生物は私なんかと違ってね、発達してないんですよ。だから、難しいことを覚えると、それが頭にいっぱいになるんで、障害者になります。だから、まあ、片語は話してても全く意味ないですね。障害者が話してるだけになりますから、なんか覚えてね、話してるというだけなんですね。だから、
それを覚えるにはその前に脳を発達させる訓練が必要なんですけども、これは宇宙生物体が許さなければ発達できませんからね、自分勝手に勉強したって脳を栄えることはね、覚えたり勉強したってだけではならないですね。まずそれが一番ですね。で、私のは民営なんで、自分のためでしか仕事しませんので、本物の王であったともう独立しちゃってますからね、人を動かすことはしません。全体を切り開くことはやってあげるようなことはしませんね。みんな有料ですね。有料でやることですね。もうとてもひどいというか、人間たちの知能はね。で、人間というのは超肉食生物であるということね。で、単に盗んで生きるというのが生物です。道具を使ってね。だからライオンとか虎とかいうよりか恐ろしいものなんですね。これを気をつけないといけないですね。法律も力加えなければ絶対守りませんから。で、法律も不正がありますからね。ほとんど不正がばかりですからね。そこら辺がね、事情がいろいろまだあるから、気をつけない、私が気をつけないという、人間たちはもうどうでもいいっていうか、もうお互い様々なんだね。全然次元としてならないわけですね。こういう不正問題はね、私だけの問題ですね。地球にいる問題は宇宙生物、人間よりか宇宙生物の